懐かしい滋賀が映像で蘇る懐かし賀。これは1973年6月水泳場の掃除の様子を撮影した映像じゃ。夏を前に琵琶湖をきれいにしておるんじゃな。それにしてもすごい水草じゃの。この頃琵琶湖の水質は悪化しており、1977年には赤潮が発生。それをなんとかしようと立ち上がった住民の声で不栄養化防止条例が制定されたんじゃ。それが琵琶湖の火のルーツでもあるんじゃよ。今も昔も琵琶湖を思う人の気持ちは変わっておらんの。